はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の6編の力試しの解説やっていきます。なので、まあ、そのページをね見ながらぜひ聞いてみてください。では今回確率3問ですねやっていきましょう。でまず1問目、ここにはねこれしか書いてないんですけど、まあ、問題簡単に確認すると、まあ、3枚のコイン ABC があると。でそれを投げて A が表になったらプラス3点、B が表だったらプラス2点で、 C が表になっちゃうとマイナス1点で、裏は全部0点だよと。そういうゲームのルールがあって、その時に3枚の合計得点が2点以上になる確率を求めなさいっていう問題です。で3枚のまあコインとかサイコロはそうなんですけど、もう分母がわかるのね、全部で何通りかって。これぜひ覚えといてほしいんですけど、3枚のコインっていうのは 2×2×2、 表と裏が2だからね、それが3個あるんで 2×2×2 なんで、全部で8通りってのは分かってるんですけど、コインは樹形図を全部書いた方が安全です。基本的には頭の中でやっちゃうとちょっとね厳しくなる時もあるので。でコインは樹形図いつも同じだからさ、例えば表を丸、裏をバツでするんだったら、表スタートで枝が絶対2本なんだよね。丸バツ丸バツ丸バツで、もう一個バツバージョンで丸バツ丸バツ丸バツと、いいね。コインは絶対枝が2本ずつだから。で今 ABC のコインって言ってるから、一番左を A、 真ん中を B、 ここを C、 ここもね ABC って決めてしまえば、あとは数えるだけです。でさっきのルールにのっとって書き込んでいくと、×は裏なんで全部0点だから無視できるでしょ。問題が丸のとこで A だとプラス3点ここゲット、 B はプラス2点でも C はマイナス1点なんだよね。でここも同じプラス2点でマイナス1点マイナス1点ってのが分かります。だから例えば全部丸、全部表が出た時は3+2-1になるから、ここ4点なんだよね。でここ同じようにやっていくと5点で、ここはこう来るかね、丸×丸なんで2点で、ここは3点みたいな。でここも行くと1点2点、ここがマイナス1点の0点と、こうやって全部の得点、めんどくさいよ、ちょっとめんどくさく感じるけど、こうやって書いてしまいます。で書けば絶対当たるから。であともう一個気をつけることは、今回2点以上なのね、以上のイが入ってる、以上とか以下っていうのは2点も OK だからね、含めていいので、だから、まあ、4点とかね5点とか3点は分かりやすいんですけど、2点も OK です。もしこれが、合計得点が2点より大きくなる確率って言ったら2点は入りません。大きくなるっていうのはね。でも今回は入ってるので全部で8個、そのうち該当するのが5個って分かってるから、答えは8分の5ですねと、こういう風になります。で次は2つのサイコロです。でサイコロも必ず覚えましょう。サイコロ1個は6通り、分母6ね。サイコロ2個は 6×6 なんで36通りです、全部で。で3個はね、中学校はほとんど出てこないですけど、一応 6×6×6 なので216通りになります。まあプチ情報で覚えといて、これはね。で、これのルール、あ、そう、これね、言う前にそう、言わなきゃ。今、正五角形 ABCDE を使って、こうなんかね、動く問題をやるんですけど、回答の方ちょっと見てください。みんなが持ってる参考書の。最初の方に買ってくれた方は多分ここがね、F になってます。ここ。これ謝っときますね。ごめんなさい。で、後の方に買った方はもう修正されてからやったものなので直ってると思うんですけど、初期の方はここは F で間違った状態で吸ってしまったので、すいません。E だと思って聞いてください。申し訳ない。で、話を戻すと、ABCDE の頂点上を点 P が移動すると。で、最初 C にいます、ここに。P がね、ここにいると。で、この子がサイコロを投げると。出た目の数の和だけ反時計回りに移動します。反時計回りだからこっちね。時計回りの逆だからこっち向き。まあアルファベットの順番だね。で、その時に点 P が頂点 A で止まる確率。っていうかな、それを出していきます。で、これは地道にやってってもいいです。ただ、個人的にやらないでほしいのは、
サイコロの樹形図も決まってるのね。全部書こうと思ったら、1の時に枝が6本。1、2、3、4、5、6。2の時、1、2、3、4、5、6って。それで確認しても構わないよ。構わないんだけど、時間がかかります。サイコロの樹形図は。で、分母が36って分かってるから、これは当てはまるのだけを探すの。どうやるか。例えば、2つ投げるんで、片方1って固定します。俺固定する方を丸つけるんですけど、最初に。で、1が1個出ました。だから、今1でこういるでしょ。じゃあ次に、A で止まるには、いくつ出ればいいかなって考えるの。そしたら、1、2で止まるじゃん。だから、1と2のコンビは OK なんだよね。で、1で、1、2、3、4、5、6、7はないからこれしかない。はい、次、みたいな。じゃあ2の時どうなのって。1、2、今 E にいるでしょ ?1、くれば A で止まります。2、3、4、5、6、もう一周することもできるから、2の6も OK なんだねって。今回これ多分忘れやすいです。2の得。2の6ね。こう気をつけましょう。で、同じように、3の時、1、2、3。で、1、2、3、4、5ってすれば2個振った後にね、A で止まるので、で、4。1、2、3、4。で、1、2、3、4だね。4。で、5、6。もう一周することはできないので。で、5。1、2、3、4、5。1、2、3だね。これももう一周することはできません。で、6も、1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、待って。1、2、3、4、5、6。1、2だね。で、他はありません。といった感じで、じゃあこれで1、2、3、4、5、6、7個全部あったから、だから36分のここでいいかな、7デシータと、これで終了になります。サイコロはぜひね、全部書いて1個ずつチェックするよりも、片方固定していくつの時は書いて OK なのかなっていう確かめ方の方が早いです。とにかく時間もったいないからね。で、最後、3番ですね。で、ここは、くじなんですけど、3つあるんだよね。A の箱、B の箱、C の箱。で、中に入ってるものは書いておきました、これ。で、これに関しては、コインとかサイコロみたいに分母が分かってないので、これはきっちり樹形図を全部書きます。こう気をつける。ちゃんと書くよ。で、まず、A の箱から考えていくので、A の箱から1が出ますって固定します。問題集の参考書のね、答えの方には丸ついてないですけど、これ、俺の癖なんで気にしないでください。で、次、B の箱は2種類です。プラスかかけるかなんで、枝を2本出して、プラスとかける。残りの C の箱は1とマイナス2、2個しかないんで、枝を2本出しましょう。おっと、全部同じだとは。こういう感じです。で、あとは、A の箱が3の時とマイナス1の時もあるので、それをきっちり書く。3と固定して、順番間違いだね。足し算と掛け算。で、1とマイナス2。1とマイナス2。そして、もうちょっと下かな。マイナス1スタートで、足し算と掛け算。1とマイナス2。1とマイナス2と。これで樹形図完成です。で、今回求めたいのは、そのできた式を計算した答えが自然数になる。で、自然数っていうのは別名、正の整数。1、2、3、4、5ってそういう数です。0もダメです。マイナスもダメです。いいかな？で、あとは計算しようぜって話なんで、1たす1は、2。ここ計算するとマイナス1。1かける1は1。はい、これ間違ったらごめんなさい。頑張ります。3たす1なんで4。3たすマイナス2なんで1。3かける1で3かけてマイナス6。0。マイナス3。マイナス1の2と。さあ、合ってるかな？ちょっと確認していい？ 3-6 の 0-3-。OK! で、さっきも言ったように自然数になるのは、2、1、4、1、3。で、0ダメだよ。ここ気をつけてね。2です。これが OK。で、分母は今までね、8とか36も分かりましたけど、今回、樹形図書きました。一番右に来たのは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個なので、それが12、分母になると。で、上の数が丸。1、2、3、4、5、6個。つまり、12分の6。約分して、
2分の1でしたと。これで終了になります。基本的には確率っていうのは樹形図がきっちり書ければ倒せますね、解くことができるんですけど、複雑になればなるほど樹形図がんって思っちゃう子もいるんですが、こっちはね樹形図書かないとダメだけど、このね問題文すごく長いですが、やってることは3枚のコイン投げてるだけなんです。2つのサイコロ投げてるだけなんです。ちょっとルールが付け足されただけで、ここに関しては。で、確率っていうのは数学が苦手な子も取りやすいです、個人的な意見としては。そう、ただ問題文が長いんで、うわめんどくさそうって思ってそこで諦めるか頑張るかによって得点が変わります。そう、だからぜひ見ても確率でしょって、絶対いけるよっていう気持ちを持って練習してもらえたらね、得点も変わると思いますので、ぜひね頑張ってみてください。では今回は中学校2年生の参考書の6編の力試しの解説やらせていただきました。今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。それでは他のねところも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。